はい、ということで始まりましたけども、どうも皆さん、これで僕はい、ということでね、僕がなぜ車の中で動画を撮っているかというと、もうね、勘のいい方はお分かりだと思いますけども、マックがまたね、新メニューを出したそうなんで、食べていきますけれども、今回、博多明太照り焼きチキン。はい。僕、あんまり正直ね、照り焼きチキンそんな好きじゃないんですよね。僕、実は。で、北海道じゃがバタ照り焼き。照り焼きチキンあんまり好きじゃないからな。大阪お好み焼き風ソース卵照り焼き。長いね、うるさいな。ということでね、今日はこれを食べていきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい。まあ、僕ちょっと照り焼きチキンがあんまり得意じゃないんで、はい。なので、照り焼きチキンからいこうかな。博多明太照り焼きチキンからいきますけども、うわぁ、キャベツ、レタスが、散らばりよる。なんか、こんな感じです。絶対美味しくないの分かってんだよな、俺。ということでね、じゃあ、いただきます。照り焼きチキンから。熱いな。照り焼きチキンからいただきます。一瞬だけ明太子がここをふわって走り抜けていくんだよ。でも明確に明太子の味はしないのよ。で、なんかたまに鼻の前をふわっとこう明太子が走り抜けていくみたいな。で、なんかただただちょっとピリッと辛いって感じ。今食べたとこめっちゃ明太子の味した。真ん中の辺はめっちゃ明太子の味。明太子いらんくね。これ明太明太子いらねえし、やっぱり食べ比べないと分かんないから、普通の照り焼きチキンも買ってきたんですよ。これを次に食ってみれば違いがわかるでしょね。そうすれば、あ、明太の方が普通の照り焼きチキンよりもうまいかもってなるじゃん。だから普通の照り焼きチキンいただきます。
なるほどね。あのね、なんだろう、明太子が入ってる方がなんか照り焼き味がなぜか強くなるのよ。なんかこうスイカに塩をかけると甘みが増えるみたいな、余計甘く感じるみたいな、だからそんな感じ、スイカに塩かけたみたいな感じ。ああ、うん、うん、照り焼き味が強くなるんで、明太子入ってる方が、うん、スイカシステムだね。照り焼きソースはこっちの方がなんか多そうな気がするけど、たまたまね、店員さんがつけた感じの手の感覚でたまたまこっちの方がつきすぎちゃった感じになってるけど、明太子入ってた方が照り焼き味がなぜか強調される。そんなことがあるんだね。マジで。なぜか。なぜだろう。なんでだろうね。明太子が入ってる方が照り焼きソースの味がはっきりする、不思議な現象だね。で、じゃあ次、北海道じゃがバタ照り焼き、はい、北海道じゃがバタ照り焼きというのをいただきますけれども、何これ、何これ、外側からは全くわからんわ。いただきます、じゃがバタ。これどっちだと思う？うまい方かまずい方かどっちだと思う？まずこれはやばい、これはやばい。あの、一口ガブって噛んだ瞬間、もう噛んだ瞬間にバタくせえの、めっちゃまず。これ照り焼き殺しバーガー、これマジ変えた方がいい名前。これ照り焼き殺しバーガーに名前変えた方がいい。これ照り焼きのソースの味を全部殺すね。照り焼きって味濃いじゃん。あの味濃い照り焼きの味を全部消すほどのバターの
臭み。まずい。これはな、まずい。早く違うの食べたい。大阪お好み焼き風ソース卵。長いね。読ませる。うわ。なんかソースが黒いんだけど。もう嫌な予感しかせん。嫌な予感しかせんよ、これ。卵の方からいただきます。くっさ。マジ。これもなんかね、これ何臭いの？なんかネギかなんかのエキス入ってんの？これネギエキスみたいなの入ってる？なんか臭っ。あと鰹節っぽい香り。まず、なんか口の中がなんかだんじり祭りみたいになってる。だんじりじゃーいみたいな、なんか大騒ぎ、口の中が。臭い。あー、くちゃい。これあとこんだけ食いたくねー。いや、でも残すわけにもいかんからな。くさ。まず、これ誰がゴー出したんだよ。誰か商品化止めるやついなかったのか、これ。うわ、最後口直しのノーマル照り焼き。はい。ダメだ。お好み焼きの照り焼きが口の中味残ってて、これまで引きずってる。なんか照り焼きごと嫌いになりそう。
普通の照り焼きの味までブレた。言葉が出ない。ラーラーラー。うんうんうん。言葉に。ごちそうさまでした。いやー。これは。まあ、じゃあいやまあそうっすね、食べた順でいきましょうか。明太、博多明太、なんだっけ、博多明太照り焼き、博多明太照り焼きチキン、博多明太照り焼きチキンは、でもそうか、そもそも俺照り焼きバーガーが何点で、じゃあ照り焼きチキンがノーマルのやつが何点か言った方がいいか。ノーマルの照り焼きが、照り焼きチキン、照り焼きが普通のノーマルの照り焼きが、最近ちょっと点数変わってきて、80点ぐらい、80点で、照り焼きチキンの方は、まあ、50点。だから、ノーマルの状態の照り焼きが80点で、ノーマルの状態がの照り焼きチキンが、50点ってことは、っていう、そこが基準としてっていう。そうなってくると、博多明太照り焼きチキンは、65点。まさかのノーマル超えっていう。まあ、ノーマル超えではあるけど、65点。はい。さっきも言ってたように、なんか、普通の照り焼きチキンよりも、照り焼き味が強くなるっていう。だからなんか、俺として、照り焼き好きな俺としては、ありがたいなっていう。はい。で、じゃあまあ、ノーマル照り焼きチキンが50点で、博多明太照り焼きチキンが65点っていう、ノーマル超えを果たしましたけど、今回照り焼き80点に対して、なんだっけ、ポテト、なんだっけ、違う、なんだっけ、なんか北海道ポテトバーガーだっけ、ポテサラだっけ、なんだっけ、なんかそんなやつ、あれはね、普通の照り焼きが80点だったとしたら、じゃがバタか。北海道じゃがバタ照り焼きか。北海道じゃがバタ照り焼きが、普通の照り焼き80点だったとしたら、マイナス850点。マイナス850点ですね。じゃがバタ。はい。これはね、もうね、とにかくね、変なバタ臭い。変なバター臭い感じの匂いが、もうガブって噛んだ瞬間にブワって広がるんですよ。気持ち悪くて、このバ、で、もう、照り焼きの味は一切消えてます。
照り焼きの味はどこ行ったのかよくわかんないですマジで。うん、くっそほどまずい、くそほどまずいマジで。俺はもう絶対嫌っすね。でもう一個の大阪お好み焼き風卵照り焼きだっけ、まあノーマルの照り焼きが80点だったとしたらマイナス5K 奥超 K だから K ですね、 5K ですね、マイナス 5K ですね、はい、マイナス 5K です、うん、クソマイナス 5K 点です。これはいやマジ本当に無理、本当に俺このジャガバタも本当に無理だったけど、まあだからワンチャンジャガバタ無理を2連続したから、あのジャガバタも俺本当は残したいぐらい、もう食べきりたくないぐらいの美味しくなさだったんだけど、大阪も本当に食べきりたくないぐらい、もう一口でギブアップしたかった両方とも正直。うん、でも俺あの普段も別にこれ動画回してるとかじゃなくて、あの動画回してるからとかじゃなくて、あの普段も俺自分で注文したものは絶対残さないっていうルールがあるんで、はい、絶対残さないんですよ僕は。はい、なのでどっちみち食う羽目にはなってたんですけど、本当にできることなら一口目で俺はギブアップしたかったぐらい、両方ともジャガバタなんとかと大阪なんとか、だからまあそうするとジャガバタがうまくね、大阪風が 2K だとしたら800マイナス850点のジャガバタがあたかも美味しいかのように取られられてしまうんで、ちょっと点数揃えますわ。ジャガバタマイナス1系点で、お好み焼きマイナス2系点でお願いします。はい、それでいきたいです。ちょっと本当にまずかった。うん、だからまあ今回のまあ総括としては、今回の期間限定メニューは明太、博多明太チキン、あ、博多明太チキン照り焼きバーガーはまあ最悪食ってもいいけど、ジャガバタとなんだっけ、ジャガバタともう一個のやつは俺はマジで本当にやめた方がいいと思う。本当にやめた方がいいと思う、これは。うん、でも逆にこれマイナスプレゼンで逆に興味湧いて、多分どうせ食うでしょお前たち。いや食って後悔するよ、俺の言ってることを信じておけばよかったって多分なると思う、今回ばっかりは本当に。うん、これは、うん、何よりね、どっちもね、まずいもそうなんだけど、どっちも臭いのよ。なんかバター臭いのと、なんか鰹節とネギみたいな感じの匂いがするのよ。うん、ジャガバタの方、あ、じゃない、お好み焼きの方は。だからまずいだけじゃなくて臭いっていうのも乗っかってきてるから、もうねこれはね、俺はやめた方がいいと思うけどね。まあ俺が皆さんのために人柱になりましたっていうことで、多分俺は、あるとしたら博多明太がまだギリっていう。でもどうだろうな。ただ正直ね、なんていうのかな、明太子のおかげで、さっき言ったスイカの塩みたいな感じで、明太子のおかげで照り焼きの味がぐんと前に出てくるんだけど、ただそうね、ちょっと麻痺してるかな俺今。点数、博多明太マヨも美味しいわけじゃない。なんでかっていうと、なんだろう、明太子独特の魚卵というか魚卵みたいな匂いがあるじゃないですか、こう海の幸的な匂いが、あれがふわっとすんの、ふわっと匂いで来るのがすごい邪魔なのよ。なんかハンバーガーと魚介がなんかマッチしてなさすぎて、うん、ちょっと俺これ今回3作とも、だからそうか、後の2つがまずすぎてちょっと麻痺してたけど、ちょっと照り焼きチキンの方の
点数変えるわ。テリヤキチキン、ノーマルテリヤキチキンバーガーが50点で、博多明太テリヤキチキンバーガーは、マイナス1200点ぐらいかな。うん。そうだね、多分。うん、マイナス1200点だ。だから多分今回の限定全部食わん方がええわ。うん。これは総括として。うん。ただ、1系2系に比べたらまだ1200点ぐらいでまあ済むかっていうぐらいのレベル。うん、俺はもう二度と食べないです。どれも。この3つのうち、この期間中にどれも食べないです。絶対に。絶対食べないです。うん。3つとも食べません。はい。っていうことで、まあ、ちょっと試してみてください。僕が言ってることが多分わかると思うんで。バーガー3つ中2個は、2個っていうか3つとも臭いんだよな、結局。臭いのが原因で一番嫌がってるから、俺。今回3個とも。なので、まあちょっと、今回は、俺3つとも、マイナス点です。はい。はい、プラス点にはなりませんでした。はい。ということでございます。まあ、皆様の、ご参考になればと思いますんで、はい、ぜひこれを参考に、まあ、注文はしない方がいいと思いますけど、注文してみてください。はい、おすすめはしません。はい、怖いもの見たさで食べてみてください。ということでございました。それでは皆さん、今日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。ズクズクズンズク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 ズ